市の重要な施策などを発表する定例記者会見の内容をお伝えします。今回は、6月7日月曜日に行われた定例記者会見での市長からの発表をお送りします。今回の発表の内容は、新型コロナワクチン接種65歳以上対象、三重中央医療センターほか2施設の詳細、 独居・老老世帯高齢者の送迎付きワクチン接種申し込み新型コロナワクチン一般接種に向けた推進体制を強化します地球場公園内野球場リニューアルイベントを開催令和三年六月十五日火曜日から三杉地域のレンタサイクル事業を白山地域まで拡大 家跡地区の活性化、観光促進に向けての四件です。はい、よろしくお願いいたします。本日は、えっ、ー、とコロナウイルスワクチンの関係で、えー、発表させていただきます。その後、地球上公園、それからレンタサイクルということでございます。 でまあ、先週からずっとあの前回からお話ししております案件が、まあ、このように形で整ってきましたということであります。まずですね、三重県が集団接種をしていただくんですが、本日から受付を都市分開始をいたしました。ここれはあの6月19日接種分分かからでですすねこのの週間前ですか鈴鹿市の分を 同じ会場で始めていただくということになって、鈴鹿市民向けの部分はですね、津市民向けは6月19日スタートということであります、で5つの日程ですねで、モデルナですので、4週間の間を空けて、それぞれ自動的に4週間後が予約されると、こういうシステムになってございます。で 5, 人、まあ、1回 1, 人人回ずつとということでありまして 5, 人の枠が 開きましたで津市の従来のコールセンターとそれからサイトで受付を始めております、えー、今日の8時半から始まりましたで、えー、午前中申し訳ないんですが電話が繋がりにくい状況になっておりますただインターネットはですねあのどんどん予約が進んでおりましてこのネットの言葉でがサクサクと繋がって予約が入っておるこういう状況にございます で今日発表をさせていただくのは、調整中でありました残り3箇所ですね、これを来週の月曜日スタートで予約の受付を始めますが、場所等か、日程が全部決まりましたので、お知らせをいたします。まず、被災の三重中央医療センターで集団接種を行います。これはあの1箇所 調整中ですというふうにお話をしていたところでございますが、三重中央医療センターでございます。6月21日からスタートで、これはあのファイザーですので、3週間で自動的に3週間後が予約をされるシステムで運用いたします。月曜日と水曜日の14時から17時で1800人受けていただきます、えー。三重中央医療センターにおかれてはです、ね、もちろんあの医療従事者向けの接種などもです、ね、ずっと担当していただいていましたが、 一般向けの接種もです、ね、協力しますよという、大変あの温かいお申し出をいただきましたので、えー、我々としてここを津市民向けの会場としてです、ね、増設をするという形になります、それから次、市市病院にもです、ね、県立市市病院にもご協力いただきまして、まあ、白山で1か所調整中というふうに申し上げてましたのは、県立市市病院、まあ、巡回型の集団接種ということになります。 こちらは3回ですね、6月25日からでございますが、毎週金曜日の13時30分から16時という形で、180人受けていただくことになりました、それからこれは津市が、あの三杉総合支所でですね、津市の三杉総合支所で、やはり巡回型の集団接種を行います。7月4日10日ですね こちらの土曜、日曜になりますが、300人程度でございます。この3箇所について、津市独自の増設設置をする、増設をする接種会場でございますので、6月14日からスタートいたします。で、今、この三重大学、三重県さんにお願いしておる三重大学と、この3か所でですね、新たにこの設定しますので、 場合によってはです、ね、すでにもうすでに集団接種の会場を予約をなさっているんですけれども、ずいぶん先の日程になっているという方が、もっと早く打ちたいということで、こちらを予約されるケースが出てまいります、でそれはあのできますが、インターネットでですね、一旦すでに予約済みのところをキャンセルをしていただかないと、新たな予約ができないということになっております。 でえー、予約サイトから行うか、あるいは、ですね、えー、コールセンターに電話ががをしていただくと、コールセンターで、えー、あなたの番号はすでにいついつの集団接種の会場、予約されてますということを把握できてますので、えーその、それより前倒しでこういうところにできますかというふうに聞いていただいて、できますとなれば、コールセンターで処理します。でご自身でででネットで処理される場合は申し訳ないんですが一旦 すでにお持ちの8月とかいう日程をキャンセルをしていただいて、そしてこちらを取っていただくということで、お願いをしたいというふうに思います。それからもう1つ、あの個別接種で、ですねで、えー、に予約をされてるんだけれども、病院のご都合とかクリニックのご都合で、ずいぶんこれも先の日程になってるんですっていう方が、このあたりを取りに行かれる場合は、ですね個別接種の方のキャンセルを行ってください。 それから三重大学会場だけご注意いただきたいんですがあの、重ねて申し上げますが、モデルナですので、ここはで1回目、ここで接種すると、2回目、必ずここで4週間後に接種していただくようお願いします、えっと。違う形での他社製のワクチンは接種できないということでございますので、よろしくお願いをいたします。まあ、以上があの追加接種会場の設定でございます。 それからです、ねえっと、これまでのところの数字を申し上げますと、まあ、1回目の推定接種率が25%です、これは5月末までで一旦切っております、5月末現在で25%であります。どういう計算かといいますと,、えっと、この個別接種がです、ね、ここまでで、5月末のところまでで、2460、2 4 6 2 7 0 7390回。それから えっと、集団接種、個別接種は8500回、これ1週間で送りました、この7390に対して、この1週間で8500なんで、3週間で集団接種3箇所でやった回数よりも、1週間で125箇所のクリニックでやっていただいている方が多いということでありまして、まあ、個別接種がいかに威力があるかということを、この数字だけご覧になってもお分かりいただけると思いますが、それに老健施設の1020回、まあ、これらを合わせますと、 約25%の接種率となるということであります。その次ですが、送月期ワクチン接種ですね、まあ、こちらを具体的に明日から受付を始めます。で、三重県老健協会さんの方のファックスで受付をさせていただきまして、300名という枠を設定しておりますが、えー、具体的なにはこの,このようなですね、 申し込み書を、土のホームページからもダウンロードできますし、総合支所とか出張書、あるいは保健センターの窓口でお渡しをいたしておりますで、これを受け取っていただいて、あるいはダウンロードしていただいて、これを記入していただいて、ファックスをしていただくと、こういうスタイルで進めさせていただきます。具体的に5箇所の老健施設で接種をしていただきます。 川上の憩いの森、それから殿村のトマト、それから乙部のアルカディア、それから被災土山のセリの里、それから一市,市の万葉の里、この5箇所でやっていただきます。で、それぞれの施設から10キロ圏内ぐらいの方でお願いしますということであります。で、この地図をこう落とし込んでみましたが、まあ、このような形でですね、10キロ圏内の方に。 のところまままでで送迎に行きすすといいうスタイルでございますこちらをスタートするということで、前回の会見の時に、これ、で実現すればあの日本初になりますよということで申し上げてましたが、実現明日しますので、でこのまでのところ、他が先にやったということは聞いてないんですね。で我々によればで結構なんですが、通信によれば、これ、日本初だということになります。 で予約先とお問い合わせ先、このようになってございます。では次でありますが、えっと、推進体制の強化について発表いたします。これ、一般接種に向けたということですね、ワクチンの業務体制は1月8日に3人、それから2月8日に8人で質を作って、この時は、この2月8日の時の、お 事例交付の写真ですが、それから4月26日にです、ね、4名、業務応援という形、これ、発令をしないで、業務応援をで加えてきましたが、まあ、6月7日、今日付けで,です、ね、新たに無事長級を1名、課長級を1名を含む9名の増員をしました、これはよこの4名の業務応援の中の2名は発令をし、残りの2名は財政課職員ですので、えー、発令しておりませんが、20名の体制、プラス業務応援2名ということ。 になります22名の体制を作りました。でですね、まあ、具体的にどういうことにするかというと、まあ、健康医療担当理事が部長級でおりまして、その下に部次長級で室長を置いておりましたが、もう1人、3時を置きまして、それぞれです、ね、このような形で20人の体制を作りました。で 今までは高齢者のですね、まあ、優先接種、それからあの三重県とか医師会など、ですね、関係機関との調整、そして接種会場の確保、集団接種ですね、あるいは巡回型集団接種、そして市民への情報提供をやってきましたが、今回増やすことによって、一般向け接種に向けてのですね、えー、準備を始めようと、もうこういうことでございます。 で皆様ご案内のとおり、一般向け接種は、えー、高齢者のところがメドがつき次第、一般向けに行っていいですよということを言われておりますので、我々も一刻も早く行きたいんですが、それに先立つものとして、高齢者向けのメドがつかなければいけないということで、えー、先ほど来申し上げたような予約の枠を増やしましたので、これで一定高齢者の方々の希望なさる方が、 7月末に向けてですね、の完了に向けて、ある程度の前倒しができるだろうというふうに思っておりますので、まあ、その予約の状況など、を14日からスタート、今日からスタート、及び14日からスタートの予約の状況なども見ながら、そして巡回送迎付きということで、ですねあの行きにくい方のところにも手を差し伸べながら、高齢者を進めて、そしてその上で、あの 一般向けということになりますが、高齢者のところと並行してやっていかないとです、ね、準備体制整いません、どうやって接種券をお送りするのか、あるいはどのように予約の優先順位を決めるのかというようなことなどです、ね、もちろん医師会との調整も必要でございます、打ち手の確保、歯科医師会ともです、ね、話を進めております、歯科医師の方にも打ち手に加わっていただくようにです、ね、話を進めております。まあ、そういうい中で 体制をですねしっかり整えなければいけないので業務のに携わる人間の数を増やして集中的に取り組んでいきたいとこのようなことでございます。はい、以上が二点目ですね。次三点目、えー、地球城公園ですね。三年間工事を進めてまいりましたがようやく完成をいたしまして7月1日に、えー、から供用開始しますということでございます。地球城ですね。昭和34年の完成で。 公園の中の球場でありますが、8420名収容でございますで、年間3万人ぐらいはお使いになるものでございますが、まあ、あの60年経過して、えー、いろんな改修をやってきたんですけれども、特に平成21年度には、スコアボードを全面的に整備し、えー、防球ネットの整備工事などもして、少しお金をかけてやりました。えーまあ、しかしながら、今回、国体を迎えますので、まあ、国体を迎えるにあたってですね、えー 球公園の中で高等学校、高校野球特別競技ですね、これが実施されることが決まりました、まあ、そこでですねこの10月の1日、2日の2日間ですが、国体に向けてですね、まあ、今回整備をしようということで、まあ、中央団体からの指摘事項もありましたので、いくつか、それからまあ従来から言われている駐車場不足に対応するためにです、ね、旧津市体育館跡地、これはサオリーナに、 移りましたので、まあ、あの跡地をです、ね、駐車場として整備していこうということで進めてきたものでございます。3年間プラス、まあ、今年度の6月までということで、6月18日までということでございます。えー、と工事内容は、あの後で申し上げますが、えー、と野球場の中が3億1700万、それから 駐車場が3億2600万、合わせて6億4400万をかけて整備をいたしたものでございます。でメインスタンドと内外野のスタンドですね、まあ、老朽化した部分を直していこうということで、ですね正面の壁面、照明灯の塗装でありますとか、ベンチです、ね、を改修をする、特にあの木の。 あの板のベンチになって、観客席ですね、非常にあの古くなってました、これを回収する、それから照明の LED かトイレの様式か、ダグアウトを回収したり、それからエアコンの回収、それから内外あのスタンド席の回収、フェンスの回収。 あれ入りり口の改修などをやりました特にですね選手たちが使うダガウトのところはあの、これもかなり老朽化しておりましたので、選手たちの控えの場所も含めて、ですねあのお金をかけてきれいにいたしました、それとともに、7月1日、協養開始の日からですね津波避難ビル、つまり、えー、観客席の上の方まで上がると、ですねあの十分な津波からの避難に耐えられる。 人分の避難が可能とということになります、えー、駐車場ですが、ここが野球場で、ここに体育館があったところに駐車場を整備するということでございまして、485台であります。でまあ、屋外トイレも合わせて整備をいたし,ていたします。で、これをです、ね、有料にしましたというのは、たくさん有料のパーキングがありまして、まあ、ここ、 お無料にすると、野球場に用心のない方も簡単に止めていけるということになってしまいます。えーまあ、従来からです、ね、約200台弱の駐車場、ここにありましたが、ここでもです、ねえーまあ、そういう体育館なり野球場の利用者でない方の駐車というのが、うん、問題となっていました。まあ、そこで,です、ねえー、有料にいたしますが、まあ、これ周辺のあの駐車場の 料金とほぼ同じような感じになると思いますが、例えばですね、高校野球の三重の大会とか、それからスポーツ振興団体等が主催する大規模大会のときは、ここにお越しになるお客様のための駐車場ですから、そこからお金をいただくことは本意ではないので、これは無料で利用可能とします。つままりゲートを開けっぱなしにしましにて 大会関係者がそこで管理をするといいう形にいたします。からもう一つ、そうは言っても、大会の実際にこの選手たちとかですね、のバスとか、それから関係者、審判とかですね、役員、そういう方々がお止めになるところは、球場のそばに、これはもともとある駐車場ですが、駐車場を用意しておりまして、基礎の駐車場、62台あります。これはもちろん いつでもこの関係者は使える場所として開放をいたします。したがって、ここは、えーまあ、周囲に大型商業施設等もありますので、えー、そこのお客様もお使いになるケースもあるだろうとかですね、いろいろなことを考えて、まあ、有料ということでさせていただきました。7月1日からですが 1>, 1日、2日は一般開放をですね、えー、無料でこれをやるということでございます。でこれ、後ほど申し上げます。から3日は披露式典、9時から9時半、えー、それから野球教室ですね、もっとプロ野球選手を招いて、中学生を対象とした野球教室をオープニングのリニューアルイベントとしてやります。で4日からですね高校野球の開幕準備期間に入りまして、10日からあの高校野球の三重県の 大会予選がですね、開会になるということでございます。で、まずですね、一般開放でありますが、あのまあ、ここ5、5つ駒を用意しました、でここでですねあの、市内に所属する団体、自治会だとか、学校だとか、野球チームだとかですね、が練習なり、まあ、練習試合なり。 あるいはティーボールを子どもたちがやる場合もあるでしょう、まあ、そういうものにで、一回ここ、使ってみてくださいと、リニューアルオープン記念の無料開放でありますで、8日から明日から18日までに申し込みをしていただいて、応募者多数の場合は抽選と、それぞれのコマごとに抽選ということになります。えー、申し込み先はこの、こちらの津市体育施設運営管理共同事業体指定管理者ですね。 の方で受付をさせていただきますそれからプロ野球選手を講師に招いた中学生野球教師ですね、7月3日10時から2時間、100人、市内中学生に参加をしていただいて、市内の中学校の野球部の顧問にご案内を送付をいたします、で申し込んでいただくということです。 あこれ全部中日ドラゴンズですね、森野正彦選手、それから吉見一樹選手ですね、15年間、現役時代、本当に主力投手として活躍された選手、それから湊川正孝選手ですね、この3人の選手たち、元選手を講師に招いて、中学生への野球教室をしていただくと、こういう形になります。 ということで、今申し上げた披露式典、野球教室は、一般の方にもご覧いただけるようにいたします。500人の定員、ちょっとあの座席の間隔を空けて座っていただきますので、500人の定員で、一般の方々にもお越しいただけるようにいたしますので、これは予約サイトに入力をしてくださいということでございます。それからですね、7月は高校野球なんですが、 えー、8月分以降ですね、えー、の予約をお受付をさせていただきます、で料金がこれは以前と変わらず、1時間当たり2090円というです、ねえー、お安い料金になっておりますので、えー、ぜひご利用いただきたいというふうに思います、ナイターの場合は30分当たり2090円が、半島全島の場合、3140円がかかります。 それで、報道機関の皆さん向けの内覧会を、6月30日14時からさせていただきますので、取材をお越しいただける者の方はです、ね、こちらへ電話でご一報願えればというふうに思います。以上でございます。 次、最後ですが、えっと、レンタサイクル事業です、ね、見過ぎでやっております、これを白山に拡大しようというものでございます、ちょうどこの二股の蓮の花が、ですねこの6月の中旬ぐらいからどんどん咲いてまいりますので、その時期に合わせて、二股への道も含めて、ですね白山の家駅からのレンタサイクルに乗っていただこうというものでございます。 このレンタサイクル事業ですが、平成27年10月から始めておりまして、無料で、えー、電動アシスト付き自転車30台を見過ぎの3カ所に置いてまいりました。家賃と、それから沖津、それから道の駅三杉ですね、これはタゲですが、えー、この3カ所に置いてまいりました。 でどこで借りて、どこで降りてもらってもいいというスタイルでやってきまして、年間、初年度1000元ぐらいです、ね、の利用があったということでございます。今回ですね、伊江駅の駅の近くに置こうということでございます。これはなぜか、なぜこういう話になったかといいますと、伊江駅の自治協議会の皆さんが、名所線に乗ってこられる方に、伊江駅で降りていただいてですね、 白山地域をまあ周遊していただくということを、観光目的で何かできないかと、もう、駅駅はご案内のとおり、白山高校の最寄り駅ですので、230人乗降客があるんですが、まあ、白山高校の通学生が多いということで,です、ね、家駅で降りるというよりも、家駅からさらに先の三杉まで名所線で観光に行かれる方多いんですが、まあ、家駅でも降りていただければなという、まあ、そういう気持ちで。 えー、このレンタサイクルをこここちらでもあの、えー、乗れるようにできないかとこういう話がございまして、両総合省で検討した結果ですね、まあ今回要項を改正して来週からそれが可能になれるなるようにいたしましたということであります。でこのえっ、ー、と5台ですね、伊、え、勢、ー、駅から非常に近いところにある家勢石油さんというところですね、ガソリンスタンドさんに レンタサイクルポートを設置をいたしまして、5台預かっていただいて、もちろん家、見過ぎで借りて、家駅で降りてもいいですし、家駅で借りて見過ぎにまで乗ってってもらってもいいということで、相互利用、相互返却可能ということにさせていただきたいということでございます。 で6月15日火曜日したートで、9時から17時まで通年であります、毎日できるそうでございます。で小学校4年生からあ以上ということでありまして、無料、で、えー、その場で利用申し込みをしていただくということでございます、まあ。津市からの補助金の支援はございません。でえー、とこちらですね、伊、え、勢、ー、駅の駅から行ける場所をです、ねまあ、例えば、伊駅神社。 まあ近いところにありますそれからずっとこの遺影キラインがありまして、リバーパークマミとかですね、そしてこの二俣のハスですね、まあ、この辺りまで30分ぐらいのサイクリングが楽しめる、まあ、こういう観光スポットがたくさんございますので、白山地域でもぜひ、このレンタサイクルを楽しんでいただければと。まあ、コロナのの中でででも屋外でございますので十分な 感染防止対策をやりながら楽しめる、まあ、そういういい観光スポットでございます二俣のハスなんですが、えー、二た俣の皆さんが、ですね休耕田を利用してハスの栽培をなさっているということで、まあ、去年ぐらいからとても大変人気があるスポットになりました、まあ、こういうふうにお客さん来られて、ですねとってもきれいに咲いています、大体いい午前中です、ハスは、午前中にがポイントになろうかというふうに思います。 で現在です、ね、棚田7枚、80アールの規模でやっておりまして、まあ、6月中旬ぐらいから開花しますということで、特に7月が見頃ということでございます、8月下旬ごろまで楽しめるということでございますで、もちろんここに上がっていっていただいて、近いところに車を臨時に置いていただく場所も用意しておりますので、お車で行かれても結構でございますが。 名所線で来られて、レンタサークルでここまで上がっていくという方法も、今回、新たに作らせていただいたということでございます。ということで、両総合支所の地域振興課が連絡先となりまます以上4点発表させていいたただきましししよろしくお願いします。